今日から8月、大阪市内のスーパーでは値上げとなる商品が出てきています。8月からは大体の小麦粉関係の商品ですね。チョコレートに関してはカカオの原材料の方のまあ高騰、コスト、人件費もすべてにおいてもう値段はどん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 上がってきておりますので、パスタやレトルト食品、そしてお菓子まで。 帝国データバンクによりますと、8月の値上げは642品目に上りまた上がるのかみたいな、上がるんだったら、お給料も上がってくれたらいいかなとは思います。歴史的円安となる中、昨日、日銀で大きな動きが。円安のまず物価への影響ですけれども、重要なリスクとしてあの認識して、政策判断の一つの理由とした。 日銀は追加の利上げを決定短期金利の誘導目標を0.25%に引き上げることを決めました日銀が利上げをすればアメリカとの金利差が縮まり超円安が和らぐ可能性もあります実際円相場は今日一時1ドル148円台まで円高が進みました 大手メガバンクも現在、0.02%の普通預金の金利を5倍となる0.1%に引き上げると発表預貯金の利息は上がりますが利上げで家計の負担が増える可能性も住宅ローンの返済額が増えると専門家は指摘しているんです結構ぎりぎりの住宅ローンを私は組んでるんですけれども。<laughs> あの変動金利は間違いなく上がりますので、長らくそのゼロ金利、マイナス金利が続いてましたので、あのインパクトとしてはかなりあの要注意だと思いますね住宅展示場では、変動金利と固定金利を組み合わせるミックスローンを検討する夫婦も30年とか超えてくる期間なんで、なんかもう、やっぱり予測できないと思うんですよ。変動は安いんですけど 変動のリスクを結構取り切るのは結構きついなと思ってるんで本格的に迎えた、金利のある世界私たちの生活はどうなっていくのでしょうかはいちょっと難しい話ですけれども、物価上昇止まるの、住宅ローンどうなるの、あと海外行きやすくなるの、どっちみたいなのが大きなテーマでございます。今日のポイント 利上げで急に円高、株安、なんでここに影響してくるのか、そして、いいことが起こるかもしれないというのも一つあります、そして問題は住宅ローンどうすればというところなんですが、本題に入る前に金利っていうのは、そもそもお金を借りるときに、貸してくれる銀行などに対して一定期間払う利子のことを言いますが、今日お話しする金利っていうのは、もうちょっと大きな話、こちらでございます。 政策金利というものですねこれは日本の中央銀行である日銀が銀行からお金を預かる時の金利なんですがそれが0から0.1%だったものを昨日引き上げが決定され今日付けで0.25%に上がっていますこのあたりリソナー総研の荒木さんは思ったより早いタイミングだというふうにおっしゃっていましたというのも今物価上昇が続く中小企業の給料なかなか上がらない 荒木さんの見立てでは、物価と賃金の好循環を見極めてから、少なくとも実質賃金がプラス状態になってから、日銀は利上げに踏み切るのではないかというふうに話していたんですが、今、引き上げに踏み切りました、じゃあ、なんで今なのという部分なんですが、背景にあるのは、日銀の上田総裁。 円安の物価への影響を重要なリスクとして認識し、政策判断の一つの理由としたということで、日銀が利上げに踏み切った背景には、やっぱり続く円安があるんだというところで、立岩さん、やっぱり円安がずっと続くというのは、経済的に見ても、いろんなところにマイナスの影響が大きいという判断なんでしょうかね。 うーんまあ、だから、どこまでそれが本当のリスクとして捉えたのか私は分からないけども、はい、まあいろんな理由はあると思いますが、まあ、その一つとして挙げたっていうことであれば、うん、まあ日銀は円安はやっぱり看過できないというふうな、うん、まあ判断をしたってことでしょうねそういうことですよねじゃあ、日銀が利上げをすることと円安とか円高とかどういう関係にあるのか日米の金利差が円安の一因と言われています。 ちょっと次のグラフを見ていただきたいんですが、これ、2022年の1月だと、アメリカと日本のいわゆる政策金利って、そんなに差がないんですね。そこからアメリカの中央銀行である FRB は、どんどん利上げをしていき、今やアメリカ5.5%、日本0.1%、こんなにも金利差が出ています。じゃあ簡単にに言うとどういうことかというととととどいいこか日本の銀行にお金預けるよりも アメリカの銀行にお金預けた方が得じゃん日本に投資するよりもアメリカに投資した方が得じゃんということでドルは強くなるし円の魅力は減っていくつまり日本の金利が諸外国と比べて低いとやっぱりみんな外国に投資をしちゃうっていうのが円安とか円高の1つの要因ということでだからもう やばいよってなってきた背景に日銀の利上げというのが今回されたのかもしれませんここのところはあのやっぱり投資ブームと言われていろんな方がやっぱりあのニーサなんかのね制度も使って投資されますけどやっぱりその投資先としては日本よりやっぱりアメリカの方がやっぱがリターンは大きいんじゃないのっていう話が非常にある、まあ、もちろん今日本株も好調ではあるんですけどもやっぱり注目されてますよね、うん、そういう本も多いですね<い>今ねアメリカに投資を進めるようになものが出てます。 日本の政策金利、引き上げられたんですが、引き上げられたといえど、別に5.5%に達しているわけじゃないんですねそんなちょっと引き上げただけで、なんか変わるの、はい、と思ったんですが、変わってるんですね、実際、<ー>それが次なんですけども、すでに今日1ドル140円台の時もあったということで、はい、実は7月の初め。 1>, 1ドルでて160円超えてたりもしたんです、うん、かおよそ4ヶ月ぶりの円高水準ということで要はこれまで1ドルというお金を円で買おうと思ったら160円かかってたところが148円でいいわけだから円の価値が上がったっていうことなんですよね、うん、で、ただ政策金利ちょっと上げただけなのにこんなに影響出るのというところを荒木さんに聞くと 利上げの局面に入っったというシグナルが大切なんですって、うんうん、利上げ自体はまだビビたるものかもしれませんがこれから日銀がどんどん利上げをしていくよというこの雰囲気、うん、歴史的一歩を踏み出したというこの事実がすでに為替に影響もしているしあとアメリカが9月に利下げしそうという見立てもあってそうなるとアメリカは利下げする日本は利上げするこの差が縮まっていくとなると円高にまた転じていくんじゃないか。 ただ、ですね、今は円高になってるんだけど先々まで円高になるか分からない場合によっては日本が利下げをする可能性だってゼロではないわけですから今、1ドル148円台になったということで、はい、じゃあ 年末、ハワイ旅行、もう今、取っちゃえって言うと、ちょっと早いかもっていうのが、さんの見立てでした慎重に橋を渡らなくちゃいけないということで、うん、ただ、148円っていうのは、海外でお買い物をね、例えばインターネットなんかでする方々にとっては、うん、今は非常に嬉しい事実かもしれません、うん、やっぱり日本なんかね、資源が乏しい国ですから、いろんなものを輸入しないといけないので、うん、そういった企業にとっては、まあ、メリットあるかもしれそうですね。さあ、それではこんないいこともという次のポイントでございますけれども、見ていきましょうか。 えー、あその前に株価ですね、今、スタジオでも少し株価の話がありましたが、日経平均株価、は今日一時1300円以上値下がりしてます、うん、日経平均、日本の株が値下がりした、でこれはなぜかというと、今、まさに川田さんから少しあったんですけれども、円高に転ずるということは、ですねこれまで円安だった時は、日本のものを安く売れたんですよね、外に。はい、海外の人からしたら日本のものが安く買えた、でもこれが円高の動きが、まあ今日から始まっているわけで、うん、そうなると、 日本のもののもが海外の人たちからするると買いにくくなるつまり自動車とか輸出関連企業を中心に投資家たちはうわっ円高になったじゃあこの辺の株価ちょっと今日魅力ないかもということで採算が悪化するのではという見立てで株価がドーンと下がる,なるほどあ円安で喜ぶ人喜ばない人もいるし円高で喜ぶ人そうじゃない人もいるいろんなところに影響出てますつまり為替の動きが株価にも大きく影響出てるじゃあということで こここんないいいいいととももも起こるかもというのもお話しささせててください続いてです日銀の利上げで円高に転じるという仕組みは今お伝えした通りじゃあ物価が下がるかもという見方もできるんですって。というのもこれまではまあ日本ってそのいろんな原材料を輸入に頼っているので円安だと。 コストが高かったわけですね海外のもののもを買うのに円安だ,とだけれども、今度円高になると、いろんな材料を買うのにコストが低く抑えられるから、物価が全体で下がるんじゃないかということで、だけれども、そういうものが日銀の利上げで結果的に物価高を抑えていくかもしれないという見方が多くあるんですが、このあたり、荒木さんに聞くと、物価って為替以外の要素も大きいので、まだまだ楽観視はできないということで。 いやですね、結局ね、なんか答えがない話ばっかりしてるんですけれども、ねあの、利上げしました、円高なりました、物価が下がる、まだまだそこを楽観視できるような状況ではない、うん、長い中長期的に見て、物価が下がってくることは期待できるかもしれないけど、すぐにもう年明けと同時にいろんなものの値段が下がるかというと、そこまで楽観視はできないというのが、荒木さんの見立てでしたね。うん、そして次ののポイントでですよね利、えー、利上げで預貯金の金利ははこれは も上がるんです必ず上がるんです。うん、というのがメガバンク3項普通預金の金利上げると発表しています現在0.02で統一されているのが今後0.1になると三井住友銀行が今月6日あとね UFJ とかは来月からというのがもう発表されています、うんうん、なので、まあ、預貯金を中心にお金を管理している人たちにとっては嬉しい事実。うんえー 今も金利が高い一部の信用金庫などでは0.1%以上の金利がつくかもということでまあ投資をするのか預貯金するのかってね人それぞれの考え方なんですけれどもこういうふうに預貯金の金利が上がるということはすでに分かっていますそれこそ30年40年前の銀行の金利ってもっと高かったわけですもんね0.1、うんうん、は高いとは我々は思わない,わない <laughs> だから建屋さ世代は6%とかそういう時代ありましたね定期だったら預、うんはい、貯金のその金利分で例えばお家を建てたなん っていう世代もね,ねいらっしゃるわけで、うん、今からだと考えられます、ね、れだけどね、政府は預金をさせないようにしてたはずなのに、うんはい、まあだからその辺はねあんま整合性がね、うん、あるようでないんですよそうなんですよね政府としては老後の資産皆さん運用してくださいという大きな動きが一つありますもんね,ねでは次ですが 住宅ローンを組んでるのは川田さんかなはいあの35年ローンで、毎月ちゃんと払ってます <laughs>、はい、この住宅ローンがどうなるのか、<laughs> かすごい気になる気になりますか、気になった人、多くいると思います変動金利とかね、あの皆さん、すごく勉強して、多分あのローン申し込んでると思います、私もそうなんですけども。ね、変動金利と固定金利とあって、はい、その時の経済状況によって、毎月の返済額がちょっと変わったりするのが変動金利ですけれども、うん、じゃあ、どうなるのか、具体的に見ていきましょう、うん、変動金利上昇のシミュレーションです。 4000万円のお家を購入された、ローンを組まれた方の場合、例えば金利が0.4%だったのが、仮に0.55とかに上がったとしたら、月々の支払いって2644円上がるんですって、これを総支払いで見ると、めちゃめちゃでかい、めっちゃでかいんですよ、なので、この0.4が0.55だけで総支払い額、こんなに変わってくる、じゃあ、本当にどうしたらいいんですかという話なんですが。 住宅ローン、みんなはどう借りているのかというのを、住宅ローンアナリストの塩澤さんに聞きました、9割くらいの人はやっぱり変動金利、うん、今、メガバンク、7月の金利が0.398%、1割くらいの人が固定金利、1.84%と出てますが、まあ、これは要はその固定金利がだいぶ低かった時に、固定金利で契約して、今、続いてるとい人もいらっしゃるだろうし、いろんな考えがあって固定金利にしてる人もいるだろうし、ただやっぱり変動金利の方が圧倒的に金利が低い。 とといいいうことでこでででちらを選んでいる人が多いんですね、うん、もちろんその固定金利にもメリットがあって、うん、例えばどんどん金利が上がっていったとしても固定金利は当初設定した金利でキープされるわけだからメリットも <laughs> あままあデメリットもそれぞれあるんですけどす、ねはい、じゃあ,あの、政策金利が上がる固定金利じゃなくてごめんなさい変動金利も上がるローンの返済額増えるってなれば変動金利やめてもうすぐ固定にしたらいいのってそういう話でもないんですって、うん、次なんですけど塩沢さんに聞くと変動金利で借りてる人 来年1月頃から金利は上がりそうです、はい、つまり返済額が上がりそうです、うん、ただ慌てて固定に借り替えない方がいいとな,なぜかというと上がったとしても今の水準を見ると圧倒的に変動の方がまだ金利が低い期間が続くからだからすぐ変動から固定に変えるというのは そんなに賢い判断ではないというのが塩澤さんの見立ってあと変動で借りてる人も固定で借りてる人も他の銀行の金利を確認してくださいと変動の人は自分がローン組んでる銀行に相談に行って来年以降月々の返済どれぐらい変わるのかをしっかり確認するその上で普段の消費行動を考えているというのが塩澤さんのアドバイスなので川田さんは銀行の窓口に変動だっからもうネットでいろいろ情報もありますから調べてるんですけど昔と違って今ネット銀行がいっぱいあって、はい、でそのいわゆる変動 金利でも、もう金利詐欺合戦みたいになってます。もうとにかく低い金利を設定して、お客さんを呼ぼうとしているので。やっぱりまめにチェックするっていうのは大切かなと思いますよね。 そして最後です、日銀の上田総裁は、見通し通り経済、物価が動いていけば、引き続き金利を上げていくと発表しています、ここをどう捉えるか、なので、物価が急に下がるということはなさそう、円高にちょっとなってるけれども、すぐに海外旅行が楽に行けるかといったらそれも違う、あと、ローン組んでる人は、一回相談行って、来年以降、どれだけ上がるか確認してみるといいかもしれません。大吉プレゼンでした。